県内多くの小学校で就業式が開かれました。今年は暑さ対策として異例の形が取られた学校もあります。天童中部小学校で行われたのは、オンライン形式での就業式。本来は体育館に集まり行われますが、冷房設備がなく高温になることが予想されることから、 本校六百名を超える児童がおりますので暑い体育館の中ではやはり体調を崩す子どもたちが多いですので雨もそうですし暑さもそうですしやはり子どもの命を第一に考えて式の中で石澤明子校長は。 熱中症や水の事故に気をつけてくださいと挨拶。これから待ちに待った夏休みが始まります。野球でなんか大会があるから一生懸命頑張ってあの全国大会までつなぎたいなって。宿題はいや,いやあの計画的にやるのでそんなに大変ではないと思います。<laughs> こちらの小学校では来月27日の始業式もオンライン形式で開かれます。